茶壇城あるいは茶壇グスクは沖縄県茶壇町にあるグスク。13世紀後半から16世紀前半にかけて中山の拠点になった。1945年の沖縄戦から米軍基地キャンプズケランの敷地内にあったが、2013年の合意後、沖縄戦から75年目の2020年3月31日に日本に返還された。 北側には、キャンプ加え、南側に、キャンプ付けランがある細長い区域に位置する。国の史跡に指定されている。茶壇城は13世紀後半から16世紀前半に、かけて、中山の拠点として、琉球王国成立後まで存続した。別名、大川ぐすく、または、池ぐすくとも呼ばれている。規模が大きく、首里城跡、泣き人城跡、 糸数城跡、南山城跡に次ぐ大きさのグスクと見られており、有力なアジの城であったと思われるが、戦後七十五年間米軍基地の中にあったため、調査もほとんど進行しておらず、詳しいことは分かっていない。丘陵の幅は百から百五十メートルで、東西に伸びる琉球石海岸からなる丘陵を、取り囲んで築かれ、東側から、一の角、二の角、三の角、四の角、 となり、面積は1万5000平方メートルにわたる。古くは、金満というアジの巨城だったと伝えられ、ぐすく北側斜面に金満お墓と伝わる、ホラーナ墓がある。金満アジは、大川アジに、また、大川アジは、単茶大主に滅ぼされたと伝わっている。久し手形親雲上作の演目、大川敵内の舞台にもなっている。伝承によると、少年王時代、 慶長14年薩摩が進行するにあたり、洋はじめ豊か佐敷地区等の行動が、琉球王府から派遣され、薩摩軍との激戦を繰り広げたと言われる。行動は4月1日、首里城が陥落したとの報を受け、悲憤し自害したと伝えられる。日本軍の一国号が、城閣北側の斜面に構築されていた1945年4月1日、沖縄戦で、北屋は、 米軍の上陸地点となる。北から南まで巨大な米軍基地がひしめく一体となり、チャタングスクはキャンプ、ズケラン内に接収された。2013年4月5日、カデナイナンの基地返還計画において、キャンプズケラン、施設技術部地区の一部として2019年以降の返還が合意された。2017年、返還が合意された一方で、 茶炭城の文化財調査は米軍により拒否され、それにより茶炭城跡の国指定に向けた調査が進まず、茶炭町は文化財保護、跡治療計画等の推進、町づくりに大きな影響を与えているとして抗議の決議文を決議した。2018年、米軍は茶炭城に対し3月20日から31日までの11日間の立ち入り調査を許可した。 2020年3月31日、茶壇城の移行は沖縄戦から75年目に返還された。11月20日、文化審議会は茶壇城跡を国の史跡に指定するよう答申した。右側の円がキャンプズケラン。キャンプズケランク総古地区の一部の返還は2020年に完了した。茶壇城の移行が指定された返還区域の約6割を占める。 2013年4月5日のカデナイナ南の基地、返還計画において、返還対象区域となった。返還条件として、海兵隊の福利構成業務を行う MCCS 庁舎のキャンプ運船への移設が完了し、2020年3月31日に、返還されることが決まった。この10ヘクタールのうち写真に見るように、その大半6ヘクタールを、茶炭城の遺構が占めている。 茶壇城は、首里城跡、泣き人城跡、糸数城跡、南山城跡に次ぐ大きさのグスクと見られており、この規模のグスクが沖縄戦から75年目にして、やっと返還されたことになる。1962年7月3日に米軍が撮影した茶壇城とその周辺の写真。1945年4月1日の米軍上陸以来、 軍事占領の継続として、米軍基地キャンプズケランの一部となる。以下、沖縄防衛局の報告書から、年代別に使用経過をたどる。キラインが2020年に返還された地域。青ラインで囲まれた部分は、キャンプズケラン。また、茶壇城の北には、キャンプ、クワイの米軍住宅が広がっている。ありがとうございます。